い、クジラクジラ。なんだね。佐久間大介が導いているスノーマンじゃん。いるね。そのメンバーで女の顔を殴る癖がある岩本光んじゃん。いるね。それスノとかで時折見せる暴力的な表情がたまらないよな。そうだね。そんな岩本光がリスペクトしている人物は誰か知ってるか。コナーマクレガー。マクレガーは何度も暴力事件を起こしている格闘家だけど違う。岩本光がリスペクトしている人物がタイまで逮捕されたのよ。そうなの。岩本光ってあんまり人をリスペクトしないじゃん。そうだね。両親ですらリスペクトしていないもんね。スノーマンメンバーもさっくんしかリスペクトしてないよな。そうみたいね。そんな岩本光がリスペクトしているのが谷川容疑者なんだよ。谷川容疑者は何をされている方なの。香川県でうどん屋をやっている人物なんだよ。おお。岩本光もだけどスノーマンメンバーはうどんが好きだからな。うどんでキスという企画もやったくらいだよね。岩本光に関しては3度の飯よりうどんが好きって公言しているからな。捜査が岩本さんにまで及ばないといいけど。岩本光は大麻に関しては大丈夫だけど、まだ表に出てない暴力事件があるんじゃないか。